はい、どうも、なんでございます。はい、今日もね、ゆるキャンシーズン2の、アニメ実況をやっていきたいと思います。今日は第4話になります。バイトのお金で何を買うというタイトルになります。先週の第3話はですね、りんちゃんと、あと、なでしこと、それと新しく登場しました、トキ・アヤノちゃんですね、3人を中心としたお話で進んでおりました。あやのちゃん目線でそのりんちゃんとなでしこと過ごすことによってね、キャンプっていいかもっていう風にちょっとね思えるような、そんなほっこりした、お話でございました。個人的にびっくりしたのが、本編って基本その本編って25分賞味あるんですけど、とにかくね頭から終わりまでずっとねなでしこは食べてたっていうね本当によく食べる子なんですよね。本当にね、おやきから始まり、うなぎ、お餅、いちご大福かな、で最後は、カレー麺を食べるっていうね、とてつもない食欲の持ち主だなっていう風に、思って見ておりました。はい。で、本日はですね第4話になりまして、まあバイトのお金で何を買うということで、年末年始ね、遊びもせずにせかせかと、働いてた、登場人物たちがですね、出たアルバイトの、お金でですね、一体何を買うのかっていうのがですね、まあそれぞれ、いろいろ買うんですけども、そんなお話になりそうです。それでは早速ね、見ていきたいと思います。スタート。お土産ですね。あ、もうあれだね。新学期というか、冬休み終わったんだね。葵ちゃんって渋いな。どうした？クリキントンクッキーサイド、もぐもぐしてる。どこも行けなかったからね、千秋ちゃんは。そうだね。うん。すっぽんビスケット、浜松土産。リンちゃんのカレーだね。どうした？そうだね、家で食べた方がいいね。はい、オープニングです。なんだろうね、やっぱりノクルの3人は本当に安定だよね。面白いな。さあ、オープニング始まりましたね。今日はね、原作を見ている私としては非常に神回だと思うんですよ。なのでね、非常に第4話は楽しみなんですよね。これさ、サビの時にさ、こう、凛ちゃんから車の中をこう撮るんだけど、なでしこが寝てるんだよね。で、隣にいるえなちゃんがそれをさ、カメラで撮ってるっていうね。細かいね。はい、オープニング終わりましたね。お土産全部食べたの？ほ、ヘキサゴンタープ。すごいね、なんか、秘密道具みたいに言ったね。お、目がキラキラしてるね、なでしこ。なんだ？どうした？なでしこ。スルーされてる。この組体操みたいなやつ好きなんだよな。おう。マウンテンハスキー。
終わった終わりノックルハハハ考えろお、はい、お、唐突のじゃんけんポール役に任命されちゃった。うん。おー、いやーポール役、ポール役いいね。完成。おーポール。なでしこプルプルしてるんだけど。そうだね、重要だね、ポールは。なでしこ。頑張るな、なでしこ。結構小さいんだね。1リットルのペットボトルと同じぐらいなんだ。どうした、なでしこ。静かにポールを静かに下げてったな。グランドシートね、あのテントの下に敷くやつね。いい顔するね。ああ、あのランプね。本当に純粋な子だよね、本当に。お、葵ちゃんはローチェア。なんかやっぱりこの子はぶっ飛んでるよね、欲しいものが。ハンモックね。うん。ああ。またなでしこにやってもらうんだ。金取るんだ。ああ、薪ね。消耗品だからね、薪は。わかる、なんとなくわかる。うーん、あー、そういえばなでしこが初めて来た時にあったね。あったあった、あーあった、そうだよね。あら、なんか魔女みたいになってるぞ、おい。まあそうだよね、なかなかそうはいかないもんな。すごいね、ちゃんと調べてるね、葵ちゃん、そういうところ。あー、これシーズン1の映像だね。なんだこの、なんだなんだ、温玉揚げの歌か。いや、本当にこのノクルの3人は最高だな。安定の3人だよな。自由だね。えなちゃん、あら、ああ犬用だ。ああ
ちくわだ、ちくわにだ。1万円って結構すごいね。犬用寝袋っていうのもあるんだ。でもこれ普通にちっちゃいテントみたいなもんだよね。一緒じゃん、人間のテントと。そうだね。ああ、もう、あれだね。えなちゃんもすっかりキャンプにハマってるね。ちくわね。目が。プルプルしてるよ。やっぱ犬ってなるとね、りんちゃんは。まあそっか、りんちゃんって一通り持ってるもんね。1億円。どうする？いやーすごい夢みたいな。あ、鳥羽先生かな？あー、お土産ね。ノクルの一応顧問だからね、この先生は。カリブー、またカリブーに見に来たの、この人。ほうほうほう。キャンドルランプの子、あれだね、カラーリングからして、あのゴールマンって書いてあったけど、多分コールマンなんだろうね、きっと元ネタは。いいね。だってああいうランプっていくらぐらいするの？ 7,000 円とか 8,000 円ぐらいするってなると、やっぱり高校生のね、お金とかお小遣いだとやっぱ高いよね。優しいね、取り置きしてあげてるんだ。うん、次のキャンプの計画だ。お、まあなんだね、なでしこはあのなんだろう、キャンプに行くときはやっぱりキャンプ飯を重きを置いてるんだね。楽しそうだよね。こういうのを考える時間が楽しいんだよね。うん。わあ、ガラッとしてるな、誰もいない駅。でもなでしこも大変だよね、学校からね、あの電車に乗って通ってるんでしょ。すごい距離だよね。なんか静寂が続いてるな、静かだな。あー、先週ね、あの綾乃ちゃんたちと一緒にいた時に言ってた凛ちゃんの言葉がフラッシュバックしてんだ。また違うからね、一人でキャンプするのとみんなでするのと。お、なでしこもいよいよソロキャンプやりたくなってきちゃった。どうした？どうした？あ、そっか、アルバイトね。
甲府ばっかだ。ミノブはないのかな。おう、お、あー、バスのうんちゃんはダメだね。そうだよね。あ、やっぱり競争率高いんだね。お、お姉ちゃん、カイロなくなった。やばい、急げ。まあね、キャンプ道具揃えるってなったら、やっぱりある程度定期の期間限定のバイトよりもちゃんとこう続けられるバイトの方がいいんだよね。だってね、あの二人とも、ノクルの二人だってね、やってるからね、普通に。いや、なぜさ、百人一首あー、フルタイムね。ああ、やっぱそうなんだね。そうだね。一番はそれだよね。続けられる仕事がいいよね。ああ、いいんじゃない？でもリゾートのバイトは大変だぞ。目キラキラしてるな。うん、そうだね、二人ともバイトしてるからね。うん、ああ、オイルの回路だ。お、なるほどね。そっか。お姉ちゃん、天丼のお店。お、どうした？いいね。急に目の色変わったな。お、走ってる。早いなぁ。早い。キラキラしてるな。大エビ天重セット。おいしそう。1700円。どうした。あー、白くなった。そうだね、いろいろ使うもんね。お、あー、お姉ちゃん見つけてくれたんだね。
姉ちゃん優しいね。ちゃんと妹のこと考えてんだね。もうこれで心置きなく美味しく食べられるよね。お、とうとう購入か。やっぱ7000円くらいするんだね。いやーよかったね。念願の。いい顔するな。うん。そうだね。気をつけて。あー、行ってるそばから。なんかパッケージがすごいリアル。おー、ぶねー。あぶねえ。怖えな。ほんとね。よかったね。いやー、いい顔するな。あー、なんか2点でって言ってたもんね。はい、なでしこのうちですね。お、早速ガスランプを。うん、綺麗だね。お、お父さんとお母さんも。お姉ちゃんも帰ってきた。いやでも綺麗だね。絵が綺麗だわ。うん。よかったね。エンディングだね。エンディングですね。ランプの明かりがリビングに。あ、なんかあれかな。こう時間が流れていく感じかな。あ、2階に電気がついたね。なんかなでしこが出てきたか。お姉ちゃんの車の、ああそういうことか。いいよね。なんかこう恥ずかしいのかな。なんかなでしこならこう直接こうお姉ちゃんに渡しそうなもんなんだけどね。自分の部屋でまたガスランプつけたな、あれはきっと。あ、明るくなってきたね。いやーこれいい話なんだよな、この話。お姉ちゃんって本当にあれだよね。なでしこのためにね、送り迎えもしてくれるし、嫌な子は全くしないもんね。お姉ちゃん出てきた。優しいよね、本当になでしこは。ハンディカイロ、ね、きっとお姉ちゃんこうね、ずっとこう花火離さず持つんだろうね、このハンディカイロ。本当にいい姉妹だわ。さあ次回は富士山が映ってますね。カリブー君と山中湖。あ、そっか、
これ千秋ちゃんと葵ちゃんとえなちゃんの3人のね旅が今度始まるんですよね。はい、終わりました。はいはい、というわけで第4話終わりましたね。はい、というわけで4話終わりました。いやー、本当に素晴らしいラストでした。学校が冬休み終わって3学期になるのかな、3学期になったので、ノクルもね、まあ、活動始まったということで、いつものあのジャージ姿の3人が見れて、で、相変わらずあの3人がいると面白いですね。で、やっと、シーズン1から、欲しいというふうに言っていたガスランプを、とうとう、ゲットしました、なでしこ。ね、よかったですね。で、それと合わせて、お姉ちゃんに、ね、ハンディカイロを買って、ね、こっそりこう車に置いておくっていうね、非常にちょっとね、心温まる回でございました。で、コミック見た時に、もう普通にこう、ポンと置いて、ね、次の日にお姉ちゃんが見つけるっていうような、そういう感じだったんですけど、エンディングの歌が流れてる、その中で、こうね、夜から朝に朝方まで明けるまでの間のこのね、流れをこうね、見せてるところが非常にいい演出だなと思って、ちょっとね、良かったですね。最後本当にきっとね、お姉ちゃんずーっとあれハンディカイロを持って歩くんだろうね。いや、本当にいい回でございました。僕の中でもね、この回は本当にちょっと楽しみにしてた回だったので、こうやって映像化して見れたのが非常に嬉しかったです。はい。で、来週はですね、カリブー君と、山中湖だったかな、第5話になります。ね、もう、ゆるキャンも3分の1が終わったのか。早いね。で、来週は、葵ちゃんと、千秋と、それから、あと、えなちゃんの3人がですね、メインになるお話になります。結構ね、これも原作を見てるとですね、いろんなことがありまして、そしていろんな出会いもあったりするお話なので、非常に楽しみに、しております。で、あとね、まあ、カリブー君とはっていうのはね、来週、ね、カリブー君の正体もわかると思います。ちょっとカリブー君もちょっとどういう風に映像化されるのかちょっと楽しみなんですけども、そこら辺もね楽しみにしていきたいなと思います。はい、じゃあ今日はこんなもんで終わりにしたいと思います。じゃあまた次回も、よろしくお願いします。バイバイ。